今日は録画早かった、収録が早かった。こんばんは、こんばんは。そう、パンダ、もう寒いから家の中にいるときはずっとこれです。でも寝るときはこのフードが邪魔で嫌なので来ませんが、これです。寒いからパンダかぶんないけどね。うん、わかんない。そう、もしかしたら最後かもしれない、今年。今年最後かも。明日はちょっとよくわかんないので、予定がまだ。でも明日の予定はあのカウントダウン公演なので、そうだからね、できない気がする。そうだから明日は夜更かしなんですよ、必然的に。カウントダウン外れちゃった。そう、明日公演、普通に踊ります。大人公演。髪触れ、そう、あの見てましたよ。ツイッターでしかね追えなかったけど、残念ながら見てました。みんなの反応とか、ファンの人の反応とか、他のアイドルのファンの人の反応とか。今エンディング。そうなんだ。アメブロ読んだよ、あかねちゃんのアメブロ読んだよ。そう、昨日あの LINE が来て、夜お手紙のことブログに書いたよって LINE が来たので、すぐ読みました。MV 見ました。見てない方はぜひブログ読んでください。私のブログからのチリさんのブログの方がわかるかも、話の流れが。もしかしたら見ました、どちらも。ゼップのコンサート行きます、ありがとう、楽しみ。ちょっとずつなんかセットリストの情報も入ってきて楽しみです。どっちのアメブロでも泣いてしまった。ダメですね、私と同じですね。ブログでは泣いてないけど、さすがに泣きすぎ、泣きすぎ問題。メンバー泣いてるともらい泣きする、だって泣かない方が無理。それな、本当にそう。泣き疲れたお顔されてますね。今日はね、泣き疲れてないですよ。今日は元気ですよ。ただあの生誕の日はもう泣き疲れた顔してました。
そう、ジュリさんのファンの人もめちゃくちゃありがとうありがとうって言ってくれて優しかったです。嬉しい。最近ユナちゃんに泣かされっぱなし。そんな泣いたっけ私。泣かせるようなことしたっけ。ユナさんが半切れするなんて。半切れしたつもりはないけど半切れしてたみたいですね。笑った。ブログ読んで。もはや半切れ。うん、もはや半切れだったかもしれない。ずっと聞いてる。いい歌。いい歌。振り返ると、いくつの宝石が。この後忘年会なので慰めて。なんで？嫌なの？忘年会。でも大人は大変よね。うん。頑張れ。そういうとこあるのでもめっちゃいい。あ、好き。私も結構好きです。卒業公演の時がすごい心配。そう、それすごい言われる。すごい言われるし、自分でもなんかもう死んじゃうかもしれないですって言ってる。チリさんに卒業公演とか泣きすぎて死んじゃうかもって。忘年会は大変なんですか？なんかファンの人がさ、なんか握手会とかで「なんかこの日は忘年会だからさ」とかすごい言ってくれるので、え、忘年会ってさ何すんのって聞いたら、なんかお酒飲むんだよって。お酒飲んで、なんか会社の人、仕事の人とお話しするんだよって。まあそんなもんだよ。だってなるほどね。そう、ケイツも忘年会したんですよ。来れるメンバーだけだったんですけど、楽しかったです。安定に。結構写真とかも多分載ってると思う。サリちゃんが来れなかったんだけど、結構みんないました。そういう忘年会はいいのよ。だってなるほどね。ゴギの忘年会、2人でなんか忘年会か。うん、もう遅いよね忘年会。だって今日と明日しかないもんね。明日忘年会やるの？大変だね、大晦日なのに。なおちゃんと映画見に行く約束。あ、まだね、なおちゃんが見たいって言った映画が多分公開されてなくて、だからまだですね。ね、髪の毛抜けてきた色。もう普通に茶髪です。茶髪です。何見るの忘れちゃった。なんていうタイトルか忘れました。でもなんかなおちゃんが見たいのあると言ってた気がする。わかんない、私タイトル忘れちゃった。あの歌好きです。そう、ずっと聴いてる。さっきも言ったか、なんかこの前歌ってたじゃないですか。
なんか。そう、その時なんか歌が好きなんですよ、チリさんが歌ってる歌が。だからそう言って話してたら「映像あるよ」って言って映像を送ってくれたのでずっと見てます。でもなんていうの、フル尺で聞きたい。生誕祭の支えも泣けた 生誕祭の支え、そう、なんか普通に一回なんか泣き止んだ瞬間があったんですよ。なんか普通に結構歌詞もリンクしすぎて涙止まんなかったんだけど、なんかそれ以上にその近くにいてくれる K2 のみんなが優しいと思って一回泣き止んだんですけど、最後ハイタッチするじゃん、こう列に並んで2列で交差していくじゃん。その時の一番最後がみなるんさんだったんだけど、でもみなるんさんがめちゃくちゃ泣いてて、それでもらい泣きした。また最後にみなるんさん見て泣いた、最後はね。すげえ怖いかと思ったって。確かにやばいね。目腫れなかったです。でも目腫れてない。だから卒業公演は死んじゃうって言ってる。今からもう言ってるから。こんな泣き疲れてたよ、だってあの時はね。今は元気。あ、そう、アメブロを毎日更新してる、してたんですよ、一昨日ぐらいまで。で、そこに書いたんですけど、尊敬している、尊敬憧れの芸能人みたいなタイトルで、なんかめっちゃ長く書いてて、気づいたらめっちゃ長く書いてて、で自分であげるんですけど、最近ブログをね、自分でアメブロのアプリから更新するんですけど、普通に更新ってボタン押したらなんか容量文字数オーバーですみたいな、文字数オーバーなので上げれませんって言われて、それを3回ぐらいやったんだけど結局ダメで、最悪だと思って1と2に分けて上げたんですけど、めっちゃ長かったらしい。結構なんか2部作に分けてからも開業を削ったりとかしたんですけど、長かったらしい。アメブロ文字数制限あるらしいよ。あん時もね、載せれなかったの。アイアライブの時も載せれなくて、まあでも2個に分けた方が結局さ、写真載せれる量増えたりとかさするから、まあいっかって思ったんだけど。そう、その時に書いたね。見ました？皆さんブログ、ここにポスターが貼ってあるんですよ。私の大好きな、憧れっていうかもう大好きなアイドルさんの、ここに、ちょうどここに貼ってます。私の大好きな菅谷梨紗子さんの、ここに貼ってる。見えない、見せてないから見えてないです。見せていいのか分かんないから見せれないです。ちょっとめちゃくちゃ可愛い。
だから見せれないんですけど、ここに貼ってあります。ちなみにこっちにも貼ってあります。かわいい。そう、ベリーズ工房の菅井梨紗子さんです。物販で無理やり買わされた真彦さんのポスター欲しいですか、だって。面白すぎる。貼ったらいいと思うよ、ベッドの右の壁に。ベッドの右の壁、いつでも君がいる。アイドルオタクとして尊敬します。可愛いでしょ。え、なんか今思い出したんだけどさ、なんか今回の、今回じゃない、だから次のシングルのさ、なんていうの、あの店舗別の生写真みたいなやつあるじゃん、メンバーそれぞれ、ここで買ったらこれ、このメンバーみたいな。なんでさ、私のさポーズさ、なんかこんな家みたいな。めっちゃ面白くて笑っちゃったんだけど。なんか一人だけさ裏ピースみたいなしてなかった？絶対他にも写真あったのにさ、なんでみたいな。え、多分本当に多分オフショット的な感じで撮られた写真だと思う、さすがに。 あそこまで行くと絶対もうちょっとちゃんと決めてた写真あったよ。で、なんでこれって思って面白かったっていう話。逆にレアだから皆さんぜひ予約してください。めっちゃ面白い。まあ、なんか書いてあった、アメブロ半額で4万文字。4万文字、嘘だ。そう、だからぜひゲットしてください、私の裏ピース写真を。メントスオープンは明日までです。メントス、めっちゃギャルっぽい。え、自分でももっとびっくりした。応募してありがとう。メントスはグレープが一番好きです。金髪にはなんないです。金髪にしたら髪の毛がもう痛みすぎそうなのでしないです。でも金髪似合いそうってめちゃくちゃ言われる。ずっと頭の中に流れてる。あ、そう、川崎と常滑でリリーベもします。10日と12日かな。10日が多分川崎で、12がなんだっけ、ちょっと常滑ライブと握手会があるらしいので、ぜひぜひ遊びに来てください。でも寒そうだよね、ちょっとね、それだけ心配だから暖かくしてきてください。
大阪行きたい。関西、前回はだからフラストレーションの時はリリーベで大阪のとこにも行けたので、そう行きたいです。今回も福岡、福岡も行きたい。さっきからずっと話してるそいつは何者だ。そこが一番好きなところ。複雑すぎちゃって、ベッドの右の壁いつでも君がいる。確かにスタンドバイユーも大阪で私した、菅原とくまちゃんと。水着の恋人が優しく微笑む、言葉がなくなって元気をくれるんだ、心の太陽を独占中。遠距離ポスターいいよね、好きなんですよめちゃくちゃ。君の気持ちは予想外、ラブユー。遠距離ポスター、一回やったことある。君は切ないほど手が届かない、遠距離恋愛。やっぱね、王道の曲好きなんですよね。自分の48の曲結構好きでよく聞くんですけど、ジャンル分けすると多分そういう系の曲ばっか好きな気がする。あと何が好きかな、 AKB の曲好きですよ。ホワイトエイトの曲好き。言い訳メイビーね、この前トレンド入りしてたよね。海を渡るはちょっとマニアックすぎ、マニアックすぎだよ。直角のあの太陽がいいよね。アスファルトの地面をじりじり照りつけてる。直角サンシャインめっちゃ好きってみのるんさんに言った気がする。好きすぎて。AKB を初めて見たのは M ステで、ポニッシュを歌ってました。多分その時、その時だった気がする。でそこで知って、でまあその時だから全然スマホとか持ってなかったから、パソコン、お家のパソコンで YouTube でずっと見てましたって書いたんだけどね、この前ブログにも。一番好きだったのは涙サプライズの MV でした。ずっと見てた涙サプライズ。だからその時からです、アイドル、アイドルとか AKB が好きだと。あれいいよね、涙サプライズいいよね。全部ブログに書いてあるのでぜひ読んでください、メブロに。その時13歳だったらもう SK 入ってるからもっと前ですね。
ぜひアメブロ読んでください。長々と書いてるので。文学の好きですよ、めっちゃ好き。全部コメントしたで、最高。書くスピード速い。え、結構ね、時間かけて書いてる気がする。快適して快適して、構成上手だよね。え、上手じゃないよ、ありがとう。ブログ面白いって、ありがとう、嬉しいです。じゃあ書くの、いいよね。メールも面白いよ、だってみんな。チェリちゃんの手紙も構成が好きだった。嬉しい。でもなんかめちゃくちゃ迷ったんですよね。それもブログにも書いたんだけど、1ヶ月以上前から聞いてた手紙の話は、まあどうしようと思って。でもやっぱ最初は卒業公演じゃないし、生誕祭だし、なんか明るい感じにしようと思って、ありがとうっていっぱい言う手紙にしようっていうのは決めてたんですよ。そこは決めてた、1ヶ月前から。明るい感じっていうか、その感謝っていうか、なんて言うんですか、ありがとうっていっぱい言いたいなと思ってたので、それは決めてました、1ヶ月前から。そう、ケータリングいつも、私辛いの食べれないから、これは辛いよ、これ辛いから食べない方がいいよとか、あ、これは大丈夫だよっていつも教えてくれることとか。そう、前髪切ったりネイル変えたりするとすぐ気づいてくれるとことか。でも結構ね、書かなかったこともね、書かなかったことが長くなるから、これは違うなって思ってやめた、ありがとうの話もあるので、チェリーさんが卒業するまでにどっかで話しますね。あとは何だろう、何て書いてたかな、いろいろ書きました。そう、それは決めてたから、そう、そういう感じですね。で、最後に書いた、ずっと味方でいてくれてありがとうございましたっていうのは一番言いたいことだったので、それを最後に書くっていうのを決めてた。そう、でもなんか私がもう大丈夫って言ったのを聞いてね、チェリーさんがもう大丈夫なんでしょみたいな、一人でも大丈夫なんでしょってすごい言ってくるから電話しました。別に半切れしたつもりはなかったんだけど、そう、だからちゃんと手紙を書いて渡しました。もう一通。半切れ再現してほしい、いつか機会があれば。
そう、ちゃんと渡しました。それは非公開ですね。非公開だから書けた手紙でもあるので。うん、よかったと思って。なんか絶対いっぱい書くし、いっぱい書き、なんていうの、書き直すだろうなと思って、めっちゃ便箋買ったんですよ。だからよかった、それが役に立ってよかったですっていう。意気込みがすごい、意気込みとかじゃなくて普通になんか書けないだろうなと思って、そんなスラスラと一発で。だし、まあなんか便箋は、まあ、もし何かあった時にも使えるし、まあいいかと思って、はい、便箋買いました。でも本番読んだのは3枚かな。なんかしかも生誕祭の手紙読むとさ、え、長くなったらどうしようとか、スピーチもあるし、この後どうしようどうしよう、いつも悩むんですよね、生誕祭で手紙書くとき。そう、だからそれこそ今年2019年は結構手紙書かせてもらって嬉しかったです。今までなかったからさ、そんなこと。やっぱり手紙ってなんか仲良しな人とか、なんかそういうやっぱり強い関係性とか、そういうイメージがないと、その子のファンの人も任せようって思わないじゃないですか。だからマキコさんに手紙かけたのも嬉しかったし、リンカにかけたのも嬉しかったし、チリさんにかけたのも嬉しかったです。マキコさん、マキコさんの手紙も長かったですよね。長かったよね。でももう、どこも削れなかったし、あれがベストって思って書いてるので、本当にマリカちゃんにごめんねって、そう、伝えてください、ごめんなさいって言ってマネージャーさんに託しました。書くの、しかもなんか先輩だからさ、私が何書けるんだろうとか思いますね。なんかマキコさんがインスタでさ、質問コーナーみたいな、質問箱みたいなのをやってて、なんか誰かがファンの人がね、5期生のことよろしくお願いしますみたいなコメントしてくれてて、そしたらマキコさんがなんか2人とも目に入れても痛くないぐらいって書いてくれてて嬉しかった。目に入れても痛くないって。私の生誕祭の手紙もお願いしたい。そっか、じゃあまず、そうだね。じゃあお手紙依頼してもらえるように頑張るから仲良くなろうね。いや、嘘でも嬉しいでしょ？だから目に入れてもらおうと思って。マキコさんに。マキコさんとね、最近会わないんですよ、全然。あ、でも昨日リハーサルで久しぶりに会ったけど。なかなかね。
あ、確かに明日会えるわ。あいこさん明日会います。生誕祭チリさん出れるかな。あ、なんかもうずっとずっと前、いつだろう、いつだったかな、結構前になんか予算の生誕祭誕生日当日だといいなって言われて、そしたら出れるじゃんって言ってくれたんですけど、当日は握手会だったので当日に生誕祭できないじゃないですか。だからまあね、そうなんですよ。そう言ってくれるだけで嬉しいです。カウントダウンコイン当たらなかったよじゃあ DMM でぜひ一緒に年越し新年迎えましょう。いやでも絶対しんどいじゃん、2日連続公演なんて。そんなわがままじゃないので。ゆうなちゃんって呼ばれてる？ゆうなちゃんってメンバーはなんかさきぽんがたまに思い出したかのようにゆうなちゃんって言ってきます。それぐらいでもうん、なんて呼ばれても嬉しいです、名前呼んでくれるなら。いつもはエゴシーって、ゆきちゃんは呼ばないと思う。エゴピーって言ってくるから多分呼ばないと思う。ももちゃんに背抜かされた、そう、ももちゃんに身長抜かれたらしい。私も気づかなくて、普通に知らなくて、前に青が出た時になんか身長抜かされそうって話をしてたんですよ。そしたらなんか鉄菜の自己紹介でももちゃんがエゴさんの身長抜いたんですよって言ってて、怖っ。13歳だよまだ、絶対もっと伸びるじゃないですか。今は多分まだかろうじて同じぐらい、多分今ギリ同じぐらいだけど、絶対伸びるよね、もっと。ももちゃん、え、それマジで若いなって思うのは、なんかもうずっと飛び跳ねてるんですよ。ずっとぴょん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 してるの。私も若かったとはいえさ、そんなずっとぴょんぴょんしてたことなくないだから元気だなと思って。この前なんか聞いたの、え、なんか2回公演大変だなとか思わないでしょとか聞いたんですよ。そしたら大変だなと思うけど疲れないですって言ってて、まあ、13歳怖って思った。で、そう、ほんとバネ入ってそう足に。寝たら治るらしい。もうそれはもう若い時だけやん。いやでも私も思わなかったもん。なんか3回公演とか昔してたけど全然大変だなって思ってなかったし。そう。ん？ももちゃんいるって書いてたけど本当？ももちゃん、ももちゃんどこにいるの？わかんない、見つけられない。かわいい、ありがとう。今ずっとももちゃんの話してた。
ちゃんかわいい。なんかももちゃんはね、なんか見るとももちゃんって言いたくなる、そういう存在です。見てます、だってかわいい。そう、この前冬休みの宿題やったって聞いて、そういう話してました。ももちゃんって呼んでる。かわいい。宿題という響きが懐かしい。本当にそう。宿題手伝ってあげた。え、そう、なんか給食の献立を考えないといけないんですって言ってたから、一生懸命考えてたけど、給食っていうものがちょっと記憶が遠い昔すぎて全然思い浮かばなかったよね。そうそうそう。鉄の二人絡んでるとこ好き。それ結構ね多いんですよ、絡むところ。ペアになったりとかね多いんだよね、ももちゃんと。あと K2 のねバックダンサーで出てくる時も、私とね遠いとこにいるんですけど、ポジションがいつもねチラチラ見てるんだけどね、全然気づいてくれない、ももちゃん。っていうももちゃんの話でした。嬉しい、見に来てくれて。前髪伸びた。中学給食だった？中学はお弁当でした。私はお弁当食べてたな。10期生には会ってないです。早弁してた、してなかった。うん、何時までやろう。今6時40分だって。もう1時間ぐらい寝てる気分でいたわ。明日の分まで寝なきゃ。そう、本当に眠いんですよね。カウントダウン公演、なんかもちろん始まっちゃえば多分アドレナリンとか出て全然眠くないんだけど、始まるまでが眠いのよ。そう、仮眠すればいいよ。仮眠するにもさ、できないよね、なかなか。リハーサルして準備してなんかいろいろしてたら。ミッドナイトは寝てました、完全に寝てたな。クリスマスでしょ。
明日朝早くないと思います。でも今夜はシェイクイットめっちゃ好きだから嬉しかったです。やったんですよ今夜はシェイクイット、いいね、いいね、いいね。今夜はシェイクイット歌いたいな。またオシリンがユナちゃんの衣装着てたって嬉しい。オシリン大好き。カラオケ配信できないんですよ、イヤホンがなくて。残念。ちょっと今日はこっちからにしててみよう。角度を変えてみよう。あ、こっちの方が良くない？何も違わないか。イヤホン変えてあるのないです。イヤホン持ってるもんけど、あのなんていうの、紐で刺さないやつ。ワイヤレス、そう、そっちは持ってるけど。そうなんですよ。Bluetooth めっちゃ便利だよね。便利。なくさない、なくしてないです。びっくりするぐらいなくしてない。超大事に使ってる。もうずっと首にかけてるもんなくさないように。そうなんですよ。ちりちゃんパワー、そう、なくせないから壊れるまで使います。 AirPods 持ってない。あれこそ耳から落ちそうじゃないっていつも思ってるんだけど、どう？なくしたら泣きそう。プロの方は落ちないです。何のプロの方？イヤホンのプロの方？面白いな プロの方は落ちないですって。あ、そういうこと？ AirPods のプロね片仮名で書いてあったから普通にイヤホンのプロかと思った面白い。プロの方じゃなくてプロの方ね。しかも面白いめっちゃ面白いじゃん。え、そう、 AirPods プロのプロね。分かった分かった、理解した。だってイヤホンのプロがいるわけじゃなかったらしい、別に。なるほどね。私はプロじゃないです。じゃあ
すごい時間差でさ笑ってる人めっちゃ嫌なんだけど。私はプロじゃないです。プロになりたい方ですって。面白い。みんな目じわじわ来てる。面白い。なんだっけ、なんでイヤホンの話してたんだっけ。あ、カラオケか。カラオケ配信やってよって話だ。確かに。うん、話めっちゃぶっ飛んだ。カラオケ配信するならカラオケ行きたいなって感じです、個人的には。いつも鼻歌配信でね、そうでかい声で歌えないじゃん家で。だからカラオケ行きたい。今から行けない、行けないし、なんか年末年始ってカラオケ混んでそうなイメージあるんだけど、どう？寝込んでそうだよね。あ、高いんだ。しかも めっちゃ混んでるらしい。だからまた気が向いたら来年しますね。カラオケ行くとしたら誰と、誰だろう、一人どんちゃん。確かに楽しそう。エゴチリ縄でカラオケ配信無理。二人が歌うますぎて歌えない。私ずっとタンバリン叩いてるわ。歌えない歌えない。無理無理。タンバリン見たいって。嫌じゃん、タンバリン叩きにカラオケまで行くの嫌だよ。もうやめて、タンバリンのプロはマジでやめて本当に。じゃああの二人と行くなら私が歌ってほしい曲を入れるってのはどうですか。入れる係。もうマジタンバリンのプロやめてお願いだからもう。やだもう。タッチパネルのプロ。まだね、みんな笑わせないでやめてお願い。そう、選曲係をしたいの。楽しそうでしょ。ほんと笑わせないで、もうみんなもうやめてやめて。選曲係をしたいです。あれとか歌ってるし、あれめっちゃ好きなんだよね。またあなたのことを考えてた。歌ってほしい。歌わない。私は歌わないです。私はただ曲選びしてるだけです。
ちりちゃんとカラオケ行ったら煽ってくれるのかなって。うん、どうなんだ。でもなんか今度イベントするんじゃなかったっけ、ちびさんカラオケで。ボイスドリンクなんのやつ、カラオケのあれ楽しそうだよね。歌うのか知らないけど。え、言ってたよね、ドリンクのイベントするって。申し込みしましたって人いるもん。逆にさ、みんながミックスってくれるのかな。48の曲とか歌ったら楽しそう。だったら「めっちゃ打つ」って楽しそう。でも好きな子の前で歌うのって結構ハードル高いですよね。じゃない？好きなメンバーの前でさ、いやそのイベントが歌うかどうかは知らないし、別として。めっちゃ緊張するよね。握手会で歌いに行くしか。だってマジ。じゃあ来年期待してますね。何歌ってくれるのかな。私がじゃあ選曲してあげるよ。私が曲入れてあげる。握手会で歌ってる人見たことある。だってなんか普通にさ、自分が歌いたいと思ってもなかなかうまく歌えない曲ってあるじゃん。でなんか、あこの曲この人に歌ってほしいなとか、この人が歌ったら絶対似合うんだろうなって、そう、そういう風になんか思いながらふと見てしまう時ある。曲聴いてたりとかライブで見てたりとかして、あこの子が歌ったら絶対似合うじゃんとか思わない？みんなも。やっぱこういうのってさ、もうなんていうの、オタクだよね。オタク、オタク気質なんだきっと。わかる？オタクの領域ようこそ。だってユニット感ぐらいの楽しい。だってさ、みんなめっちゃ予想してくれるもんね。あのユニットシャッフル K2 でした時もさ、めっちゃ面白かった。予想見てて、
結構私だから公演を DMM で見るの好きなんですけど、なんか他のグループのさ公演とかって結構プロデュース公演とかやったりするじゃないですか。なんかあこういう考え方あるんだとか、あ この曲からこの曲つなげるんだとか、結構そういう風に見てしまう。セットリストなんかあソロコンやりたいなって思い始めたから余計見ちゃうかも。この曲来るかってやつだった。でもやっぱそういうなんかプロデュース公演とかでなんか初めて知る曲とか、公演曲じゃないからこそ知る曲とか結構楽しいですよね、見てて。私はあのスイカベイビーめっちゃ好きって前話したっけ。スイカベイビーがめっちゃ好きなんですけど、 NMB のさ何公演だろうあれ分かんないんだけど、やってて、まあ、見れて嬉しいってなったスイカベイビー好きだよね。そう、何チームの公演かちょっと分かんないんだけど、私さああいう曲ってさやんないじゃんフルで絶対コンサートで、だからいいよね。あ、チーム N だって。チーム N 公演らしい。だからそういうの見れて嬉しかった。あとクロスやってるところもあった。同じ公演かな、ちょっとあんまり詳しくなくて申し訳ないけど、そういうの見てあいいなとか、あこの曲やるんだとか思ったりする。クロスは B2 コインだって。めっちゃ見てない私、 DMM めっちゃ好きなんですよ。NMB の声も見る。あと何見てたかな最近。最近何見たかな、ちょっと忘れちゃいました。定点じゃないです。STU の公演はね見たいんですけど、なかなか機会がなくて見てないです。あれめっちゃ好きなんだよね。片思いの入り口。めっちゃ高い。でもキーがだから別に全然予定ないんだけど、セットリストとか考えるの好きなんですよね。
今の髪の長さいいってありがとう。だから多分オタクなんで私が、みんなのね多分なんていうの、ああそれ見たかったってやつをなんかね実現させたいなって思います、私も。アイアライブでごちゃんのこだわりすごかったからプロデュースも楽しみ。アイアライブね、むずい、難しいですよね。一人で歌うってなるとまた余計難しい。うん、なんかゼロポジ公演の時は自分がセンターで歌いたい曲なんですかみたいな曲でアメピーを歌ったんですけど、アイアライブはそう、まあ、やりたい曲できるけど一人でやるってなったらえなんだろうとかめっちゃ難しい、難しかった、めちゃくちゃ。それで結局涙の表面張力を歌ったんですけど、よかったです、好評で、めちゃくちゃ。そう、みんな知らない、 SK では馴染みのない曲だからみんな知らないだろうなって思って思いながら入れたけど、あれ見て好きになったとか、知らなくても見て聴いて楽しめる曲だなって思ったから選びました。ぜひツイッターに動画が載ってるので見てみてください。途中までしか載せれなかったんだけど時間の関係で、ぜひ見てみてください。今気になった方は、アイアライブ映像欲しい。ああそうだね、でもなんか映像ないからこそいいってとこもあるよね、なんというか。それもわかります。でも確かにあれ一回やったら4人でもやりたくなったかも、表面張力。ダンスはね別に得意じゃないんですけど、ああいうなんか細かい振り好きなんですよね細かい振り、細かい振りが好き。めっちゃ音にはまってるやつめっちゃ好き。あと私これめっちゃ好きだなって振り付けあったんだけど、ちょっと思い出せないからもっと思い出したら言うね。今の私じゃダメなんでもよかった。あれはもうなんていうの、前日からの流れも含めて全部がなんかピタッと重なった感じはありました。それも含めてあ良かったな歌ってって思ったけど、そう、よかったです歌えて。あかりさんにちゃんと許可というかお話しに行って歌いたいんですけどって言って、いいよって言ってくれて歌いました。めっちゃ良かったよね、なんか
ライブ前日みんな心配してた、めっちゃ心配されてた。金木犀も意外だった。金木犀はなんか歌いたいなって思って、なんかどうしようって悩んだ気がする。金木犀も今日可愛い曲が多かったんで、それまで天使の尻尾やったりとか、今の私じゃダメなんだだったりとか、何しようと思って、なんか歌う曲がいいなと思って、あと他の2人とのなんか違いじゃないけど、やんなさそうなことがいいなって思ったら、あ、歌だなと思って歌いました。あとあれもめっちゃ好きだから結構迷いましたね。制服を脱ぎたくなってきた。あと愛の色、前も喋ったけど、うん、愛の色はいつか見たいって、確かにいつかやりたい。ソロ公演もしたいけど、自分が出ない公演を考えてみたい気持ちもあります。いつか選曲めっちゃ悩んで、そう、めっちゃ悩むよ。好きだからこそめっちゃ悩む。愛しさのディフェンスも歌ってほしい。愛しさのディフェンスは一回みことさんに歌ってほしいって言われたことあって、あ、そういう曲もあるなって思った記憶もあります。純愛のクレッシェンド、あ、それめっちゃ好きで、好きだなって思ってたけど、一人でやるのは違うなって思ってやめた。選択肢多すぎて選ぶの難しすぎない？難しいよね。なんかいい曲だな、歌いたいって思っても、じゃあどこで歌うとか順番とかめっちゃ難しい。っていうのを考えるのが趣味なんですよ。好きなんですよ。楽しいよね。分かりみが深い。めっちゃ考えてそう。うん。楽しいよね。これ終わったらまたいっぱい曲聴こうと思います。それができたらカラオケ配信やってよ。結構考えてます、いろいろ。好きな曲だけどこういうの作ってるし、え、でも絶対できるくらいいい曲いっぱいあるし、うん。でもなんかさ、公演曲とかってさ、勝手にさ、なんかもうインプットされてるじゃん。あ、この曲は3曲目だって。だからそれをなんか違うところでやるときになんか難しいですよね。違和感を感じさせるのか、あ、そういうのもいいなって思ってもらえるか、むずいよね。
あゆかぴょんに歌ってほしい曲ありますか急だな。でも考えたらいっぱい出てくると思う。てか時間欲しい。だからそういうのもやってみたい。メンバーだからこそ絶対分かることあるじゃないですか、近くで見てて。え、ガチだよガチガチ。考えとくね。じゃあ、あーちゃん選手権の画像よかった、よかったでしょ。あれなんか載せてなくて、なんかどうしようって思ったところでいいタグを発見したので載せました。衣装までプロデュースえしたい。すっかりオタク。そう、でもなんかやっぱ結局私がしたいこととか好きなことってそういうとこだなって落ち着いた最近。やっぱアイドルが好きだからいっぱい歌って踊りたいからいっぱい声も出るし、こういういろんな曲のこととか考えたいしとか。めっちゃ途切れたわ。止まったね、なんか止まっちゃった。今もうこの歌しか頭にないからちょっと。あゆかぴょんの曲は真剣に考えさせて絶対見つけれるからいいの。ガチですなってそういうことしてる時間が楽しいですね。気に入った曲は鬼リピするタイプですか。はい、そうです。めっちゃ聴きます。神村、え、絶対可愛い、絶対可愛いな。あの K2 公演で着てたやつじゃなくて、香里さんの本家の衣装の方で踊ってほしい。神フレが今日奇跡の流星群歌ってた。そう、知ってたからどんな感じかなと思って反応見たけど、結構なんかいい曲だって言ってる人多くて嬉しかったですね。いい曲だもんね、だってね。歌詞もいい、確かに。すごい急に早くなっちゃったコメントが。何の話してたっけ？なんかいろんな話しすぎて忘れちゃった。アイアンの3曲でどれが一番好き？流星群です。
流星群についてもブログに書いたのでぜひ見てください。なんていうタイトルだったっけ、思い出の深い楽曲みたいな。流星群とあともう一曲について書いたのでぜひ読んでください。あ、すごい傾いちゃった、紐、充電器の紐引っ張ったら。傾いちゃったね。エイトもコンサートで流星群歌って、知らなかった。そうなんだ、見たい、見てみたい。あ、もう7時24分だって。じゃあ7時何分までやろう。40分。7時40分までやります。結構長め配信だ。やっぱ今年最後なんで。今年はでも楽しかったですよ。いろんなことがありました。なんかツイッターでさ、私の今年1年についてまとめてくれてる人がいて、あ、こんなことあったなって思いながら見てました。とにかく踊ってたイメージ、確かにいっぱい踊った。イベントもいっぱいあったし、公演もいっぱい出たし、楽しかったです。そんな2019年。楽しかった。10月の踊りっぷり。10月何してたっけ。そんな出てた私、なんかいろいろ全然覚えてない。公演出演回数のランキング、いやそれは入れないよ。だって本当に出れるっていうあれがあるのは K2 公演だけなので、なかなか。だからその中でもなんかそういう風に選ばれてる子はすごいと思う、正規メンバーでね。そうそう、フェスティバルはキラキラしてた。フェスティバルはアイドルの公演だなって感じがした、やってて。選抜では一番出てるよ。だってやった、嬉しい。それはテスナは暇があれば出てます。暇があれば、予定があれば出てます。いまだにベル入れないって、ぜひ来年待ってます。来年の目標はベルに入ること。嬉しい目標。恋はピエンだと思います。あ、そうだ、そんなことも言ったわ。なんか前日が鉄菜の2回公演で、次の日が K2 公演だったんですよ。で次の日ナルピーと私がその恋はなんとかですっていう
セリフの担当だっていうのを知ってたから、え何喋るってラビューで喋ってて、じゃなんか今時の JK が使えそうな言葉にしようって言って、私が恋はピエンだと思いますって言って、ナルピーが恋はタピオカだと思いますって言ったんですよそう、それでピエンでした。ピエンって使うことあるないですね。ないよ、使うピエンってみんな。ピエンは都市伝説だと思ってるんだって。そうかな。あの日の自己紹介一列目めっちゃおもろかった。え、全然覚えてない。現役は使ってるんじゃない、だって確かに使ってるのかも。ピエン使える場面一生懸命探してるなんて。確かに話し言葉で使うよりさ、かなんていうの、コメントとかでさ、そういう風に使うね、あれだよね、ピエンって。コメント通り確かに。それぐらいですかね、今日のあれは。すごい、9000人も見てくれた、ありがとう。今日のなんていうの、トークテーマっていうか、もう話したなって感じです。結構話し尽くしたなって感じ。ショールーム納めかも、もしかしたら明日はできない気がしてるので、そう、多分最後の気がする。うん、カウントダウンなので明日は。初配信はいつかな、わかんないです、まだ予定が。なので今年もありがとうございました。良いお年を良いお年を。おやすみ。また来年ショールームでは多分、また明日はDMM か何かでぜひ一緒に年越ししましょう。またねー。